高い身長を誇る俳優やアイドルが多い韓国芸能界。現実離れしたスタイルを持つ方が多いですよね。女性も男性も背の高い芸能人が多いため、これが普通なのかなと錯覚すらしてしまいますが、実際の身長を知ると思っていたよりも大きかったことに驚いた。なんてこともあるはず。今回はそんな高身長揃いの韓国芸能界の中でも185センチ以上の俳優を10人ほどピックアップしてみました。一人ずつ紹介していきますね。優しい顔立ちにしっかりとした広い肩幅、魅力的な声に完璧な演技力を持つ俳優パク・ソジュン。笑顔や話し方からは温かい雰囲気も感じられますよね。そんなパク・ソジュンの身長は185センチです。ドラマや授賞式などで正装を身につけている時はもちろん、ラフな格好をしても隠しきれないほど抜群のスタイルをお持ち、もはやスウェット姿でも輝いています。そんなパク・ソジュンはイテウォンクラスやパラン、彼女は綺麗だった、キム秘書は一体なぜなど数々の作品に出演し、ヒットに導いてきた実力派。日本でも熱い反応を得ていた映画パラサイト、半地下の家族にも特別出演しています。真剣な演技からコミカルな演技まで幅広く、かつ自然に表現してみせるパク・ソジュンの魅力はハリウッドも魅了されるほど。現在は記念すべきハリウッドデビュー作ザ・マーベルズの撮影中だそうです。ハリウッドデビューが注目されている中、女優としても人気を集めている歌手の IU と共演を果たした映画ドリームも話題を集めていますよ。現在コロナや俳優たちのスケジュールが影響して海外ロケが延期になっている状態だそう。韓国でもまだ公開されていないようなので、日本での公開はまだまだ先になりそうですが、今から待ち遠しいですね。眼光職人という強烈なキャッチコピーをお持ちの俳優チャン・ギヨン。ある役では見る人をうっとりさせ、またある役では震え上がらせるような七色の眼差しを持っています。約87センチの高身長を誇るチャン・ギヨンは俳優として活躍する前はモデルとして活動していました。当時は熾烈矯正をしていたため、カリスマというより少年らしいイメージが定着していたそう。本人は矯正がマイナスになるのではと心配していたそうですが、チャン・ギヨンだけが持つ少年らしさが変われ、様々な広告に登場する人気モデルとして活躍していました。そんな彼が俳優活動をスタートさせたのは2014年。これまでに大丈夫、愛だや彼女は嘘を愛しすぎてる、つづらおきつねとの危険な同居などのドラマに多数出演しています。最初はあまり目立たない役も多かったですが、着実にキャリアを積み演技力を磨いてきたチャン・ギヨン。 IU と共演したドラマ My Dear Mr. 私のおじさんではかなり重要な役として登場しています。暴力的で IU を何かと苦しめるけれど、同時に寂しさや苦しみを抱えているようなイグアイル役を演じ、キャラクターの心を深く表現していました。このイガイルという役は個人的にチャン・ギヨンの作品の中で最も印象に残っている役柄です。ドラマ自体も暗く重い内容が多く、チャン・ギヨンが演じた役に怖さやひどいといった感情も抱くような作品ですが、最後まで見ると希望にあふれている物語になっているので、気になっていたけどまだ見ていないという方はぜひ一度チェックしてみてくださいね。現在は韓国で放送中のドラマ今別れの途中ですに出演中。ソン・ヘギョとの共演でも話題になっていますよ。彼の強みである眼差しはもちろん、二人のときめく身長差にも注目です。韓国国内外で知名度人気ともにトップクラスを誇るレジェンド級の俳優イ・ミンホ。さっぱりとした顔立ちの俳優が多い韓国芸能界の中でもひときわ目を引く異国的なルックスが特徴的ですよね。ルックス、身長を含め全体的なバランスが良いと称賛されるイ・ミンホは演技力も申し分なし。これまでに青い海の伝説や相続者たち、シーンなどのヒット作に次々と出演し、韓国リメイク版の花より団子、
ボーイズ・オーバー・フラワーズでは同名字役にあたるクジュンペ役を演じ人気を集めていました。除隊後の復帰作ザ・キング永遠の君主もかなり話題を集め、ネットフリックスを通して世界中に配信されると多数の国で視聴ランキング1位に君臨するほど。兵役による約2年間の空白期間があっても世界的な人気や注目度は揺らがなかったのです。そんなイ・ミンホの身長は187センチ、170センチ近い女優さんが高めのヒールを履いて隣に並んでも身長差が目立つくらいの高身長をお持ちです。常々背が高いなぁとは思っていましたが、まさか187センチもあるとは知らなかったので個人的にはとってもびっくりしました。185センチ超えの俳優が多数存在する中、さらに上を行く188センチというかなりの高身長をお持ちの俳優キム・ウィン。スラッと伸びる長い手足は人間離れしています。抜群のスタイルを生かしてモデルとして活動していたキム・ウィンは花盛りの君たちへ、相続者たち、むやみに切なくなど多くの人気作に出演する俳優としても活躍しています。特に相続者たちで見せた移民ほどの喧嘩シーンはかなり見もの。身長の高い2人が並んでいるだけでも圧倒されるのに、そんな2人が対峙したら当然ものすごい迫力ですよね。身長はもちろん演技力も高い2人なので見ている方も息を呑むほどでした。これからの活躍が期待されていた2017年に病気が判明し、しばらく治療に専念するため演技界からは遠ざかっていましたが、無事に治療を終え復帰を果たしました。1年以上かけて撮影が行われた映画エイリアンが彼の復帰作です。真っ白な透き通った肌に子犬のようなうるうるの瞳が魅力的な俳優リ・ジョンソク。前述したキム・ウィンとも大の仲良しで、彼の病気が判明した時はリ・ジョンソクのメンタルを心配する声も上がるほどでしたよ。イ・ミンホやキム・ウィン、キム・スヒョンとともに新韓流四天王と呼ばれ、アジアを中心に人気を集めているイ・ジョンソクはこれまでにも多数の作品に出演し輝く演技力を披露しています。君の声が聞こえる、ピノキオ、あなたが眠っている間になど代表作も多い彼ですが、特にロマンスは別冊付録で演じた年下彼氏の役が大当たり。それまでも知名度人気ともにトップクラスでしたが、この作品でさらなる魅力を発揮したのです。共演した女優イナヨンは170センチと高身長ですが、イジョンソクも186センチとかなりの高身長。絵になる2人の身長差にも胸キュンでした。兵役によりしばらく席を空けていましたが、今年の1月に除隊。来年公開予定の映画デシベルや同じく来年放送予定の主演ドラマビッグマウスへの期待も高まっていますよ。これからの活躍が期待される俳優の一人で、日本でも高い人気を誇るナム・ジュヒョク。恋はチーズ・イン・ザ・トラップやレイ、花もゆる8人の巫女たち、恋のゴールドメダル、僕が恋したキム・ポクジュなどの人気作にも出演しています。女優のペスジと共演したスタートアップ夢の扉や、ジョセと虎と魚たちの韓国リメイク版への出演など何かと話題に上がることも多い注目度の高い俳優です。そんなナムジュヒョクは188センチの高身長、顔も小さく比率も良いので見るたびに何頭身あるのかついつい数えてしまいます。俳優として活躍する前はモデルとして人気を得ていたナムジュヒョク。前述したチャン・ギヨンに憧れてモデルを志したそうです。当時熾烈矯正というモデルとしてはマイナスになりかねない要素を持っていたにもかかわらず、活躍するチャン・ギヨンを見て希望を抱いたんだとか。いつか2人の共演も見てみたいですね。ウェブ漫画が原作のドラマに多く出演し再現度の高さでも評価を得ている俳優ソン・ガン。2017年に彼女は嘘を愛しすぎてるで俳優デビューを果たしました。俳優としての経歴は4年ほどと決して十分なキャリアを持つ俳優ではありませんが、出演した作品は次々とヒットを記録し人気や知名度も急上昇しています。ハマり役だと好評を得た
恋するアプリラブアラームや引きこもりの高校生役を演じたスウィートホーム、プレト世界の絶壁、約86センチの高身長が際立つバレエダンサー役を熱演したナビレラ、それでも蝶は舞うなど様々な作品に登場しては毎回新たな魅力を発揮しているソンガン。個人的には悪魔がお前の名前を呼ぶ時で演じた役が印象に残っています。純粋なイメージがソンガンとぴったりでしたよ。数ある出演作の中でもひときわ目を引くのは、最近日本でも熱い人気を得ていたドラマ、分かっていてもですよね。友達以上恋人未満の相手は欲しいけど本気で恋愛するのは面倒だと思っているパクジェオン役を演じたソンガン。ちょっと悪い男というか遊び人のような新たな面を披露したソンガンに、ヒロイン同様心を揺さぶられる視聴者が続出しました。韓国国内でも原作のキャラとそっくり、美男美女で最高のビジュアルカップルだと大好評でしたよ。カリスマあふれるルックスに抜群のスタイル、低い声が魅力的な俳優ソン・ジュン。約87センチの高身長を誇り、モデルとしても活躍していました。ジキルとハイドに恋した私、ハイド、ジキル、ニーヤ、恋愛の発見、クガの書、千年に一度の恋など数々の人気作にも出演し、深い演技を披露しています。人気ドラマ上流社会では共演したパクヒョンシクが自分より背が高いソンジュンに苦労したと明かしたことも。パクヒョンシクもかなり背が高いですが、そんな彼が苦労するほどだなんて驚きですよね。高い身長はもちろん、ソンジュン特有のカリスマやどこかミステリアスな雰囲気からは迫力も感じられます。約92センチと群を抜いて背の高い俳優ユンギュンさん。もともとプロフィールでは187センチとなっていましたが、番組で身長を測ったところ192センチと判明。ヒールを履いた170センチ近い女優さんと並んでも、その身長差はかなりのものです。ピノキオやドクターズ、恋する気持ち、真意などの作品に出演。撮影現場ではメイク直しも細かく行われますが、その度にメイクさんの身長に合わせてあげるスイートな魅力を持っています。現在韓国で放送中のアイドルサバイバルオーディション番組、放課後のときめきでは MC を務めていますよ。イテウォンクラスで演じた悪役が印象的な俳優アン・ボヒョン。ドラマでも共演した高身長俳優パク・ソジュンと並んでも若干高いアン・ボヒョンの身長は187センチです。大学ではモデル学科に在籍し、なんと入学からたったの数ヶ月でソウルコレクションに出演するという偉業を成し遂げた人物でもあります。俳優として活動し始めてからもモデルをやめないでほしいとラブコールを受けるくらい業界内でも重宝されていましたよ。俳優として注目を浴び始めてまだ間もないですが、人気はどんどん上がっています。最近ではユミの細胞たちでキム・ゴウンさんと共演を果たしましたね。肩のあたりまで伸びた髪型も個性的な雰囲気を演出していて、とっても似合っていました。俳優だけに限らず、女優やアイドルの中にも背が高い人が多い韓国芸能界。そんな人たちと並んでも十分に身長差を演出できる185センチ超えの彼らは、業界内でもかなり重宝される逸材たちですよね。今回ご紹介した人たち以外にも高身長俳優はまだまだたくさんいます。その人たちについてはまたの機会にご紹介させていただきたいと思います。今回は185センチ以上の高身長俳優についてご紹介しました。